地球に行ったっきり帰ってこなくなった。だから私たちプップなんて知らないって。そうだ、俺たちは昨日 UFO が壊れて落ちてきてこいつと出会った。だけど宇宙人なんて危険な生物、何をするかわからないから檻に閉じ込めてただけだ。ピッピ、それは本当か？本当だって。それにこの人たちは僕に優しくしてくれたし。でしょ？ほらピッピもっと言ってやってよ。ふかふかの布団をくれたり、美味しい水をくれたり。お前らは地球に返せない。そんな。そしてここがお前たちの部屋だ。見張りにこいつらがいるから脱出することは不可能だ。それにもしこの部屋から脱出したとしてもここは宇宙、地球に帰ることはできない。ああ、逃げ場がないってまさにこのことね。それに私たち地球にその心配？それ以前にママやパパに会えなかったり学校にも行けなかったり、もういつもの生活には戻れないのよ。いや、何か手段はあるはずだ。そうだぜ、俺たちは何としてでも宇宙から地球に戻るぜ。まず俺たちが乗せられてきた宇宙船があるだろう。あれさえ見つければ地球に行けるかもしれない。あの宇宙人たちだってそれで地球に来てたんだからな。そうだよそうだよ、その宇宙船を探せばいいんだよって言っても、めちゃくちゃ見張りに見られてるよ。そうだな、みんなで行くと目立つから二人は探しに行く人、三人はここに残ってあいつらの気を引いておくんだ。じゃあ俺とケイで宇宙船を探しに行くぜ。わかったわ、だったら私たちが宇宙人の気を引くからその間にケイちゃんたちはここを出て。でもどうやって気を引くの？私にいい方法があるわ。最近手品を練習しててね。手品？ちょっと宇宙人さん、宇宙に住んでるあなたたちは見たこともないようなすごいものを見せてあげるわ。見たことないすごいもの？そう、まずはこれを見て。頭が下にあって体が真ん中にあって名前が上にあるでしょ。なんだなんだ、何が始まるんだ？よしケイ、今のうちに行くぜ。うん、このバラバラになった雪だるまに筒をかぶせます。ちなみに一周見ても種も仕掛けもないわ。もちろんこの筒の中にもね。それでどうなるんだ？うん、この状態で数を3つ数えて。3、2、1、オープン。じゃーん、さっきまでバラバラだった雪だるまが綺麗に揃ってるでしょ。すごい、一瞬で中が変わった。これが地球でいう手品ってものよ。どう？もっと知りたくなったでしょ。うんうん、他にはどんなのがある？よし、いい感じだな。あとはこの間にチャックとケイが宇宙船を見つけてくれれば。一体宇宙船はどこにあるんだよ。あい、ピッピ、まずい、ここで見つかったらおしまいだ。ケイ、この机の下に隠れるぞ。うん、本当に地球船に閉じ込められてたっぽ。物音立てたのはかなりまずいぜ。今物音がしたけど気のせいか？この机が動いたって。やばい、これどけられたら私たちおしまいだ。よいしょ。お前たちちょっと手伝ってほしいことがある。はい、はい、
宙船見つけに行くぞ。うん、キー、あれを見るだぜ。あれは俺たちが乗ってきた宇宙船じゃないかだぜ。本当だ、やっと見つけた。だけどあそこにたどり着くにはここを通っていかなきゃいけないってこと。これジャンプしていくんだろうけど、一歩踏み間違えたら宇宙に投げ飛ばされちゃうよ。そんな危険なことはケイにはさせられないぜ。ここは俺が行って宇宙船を運んでくるぜ。本当に大丈夫？ああ、ちゃんと準備体操もしていけば。どうしたの？今ので足をくじいちゃったみたいだぜ。くじいた足でここを渡るのは超危険。こうなったら仕方ない、私が行くよ。いやいや、ダメだぜ、危ないぜ。だってそれしか方法がないんだもん。じゃあせめてこれを着るぜ。これは宇宙服？これさえ着てればもし宇宙に投げ飛ばされても安心だぜ。わかった、じゃあ早速着てチャレンジしてみるよ。落ちないように気をつけながら。はい。おい、見てるこっちはハラハラだぜ。この宇宙服、足元がふわふわしてるからバランス取らないと倒れちゃいそう。緊張する。だけどこの間もシオンやレオが頑張ってくれてるから、私も早く宇宙船取らないと。残るはあと一つ。この服のおかげで息もできてるし、宇宙は無重力、プカプカ浮いて下に落ちてくなんてことはないし、助かった。だけどこれ、チャックの方に戻りたくっても思うように進めないんだけど。ケイ、なんてことだぞ。どうにかしてケイを引き上げなきゃいけないぞ。でもどうやった？これは今からこれを投げるから捕まって戻ってくるだぜ。おお、チャック、ありがとう。助かった。だけど宇宙船は取れなかったし、こんなもたもたしてたらケイちゃんごめん、いないのバレた。脱走さん、脱走さん、やっぱり。お前ら何やってんだよ。俺たち頑張って時間稼ぎしたのに。こっちだって危険な目に遭いながら宇宙船取りに行こうとしたんだよ。なのに何その言い方。もうもう、ケイもレオも落ち着こうだぜ。そうよ、喧嘩してる場合じゃないわ。まあそうだな、ここは一旦落ち着こう。うん、はあ、それにしてもお腹すいた。そうだな、俺たち何も食べてないもんな。あ、そうね。仕方ない、これならやる。地球で見つけたドラ焼きっていうものだ。やった、ドラ焼きって、たったのこれだけ。私たち5人もいるっていうのにこれだけしかくれないの？文句を言うならなしだ。いえいえ、ありがたくもらっておくわ。絶対足りないけど、みんなで分けて食べましょう。いや、でも待て、シオン。俺たちはあと何日ここにいるかわからない。我慢の限界が来るまで、これは残しておいた方がいいんじゃないか？今食べようよ。私もうグーグーが止まらないよ。だけど確かにレオの言う通り、今食べるのはもったいない気がするぜ。そうね、今は食べずにせめて明日食べましょう。ああ、そして明日こそ宇宙船探しをうまくやるんだ。今日はこいつらも俺たちが逃げないか警戒してるだろうし、ゆっくり休んで明日に備えよう。わかったぜ。私疲れてたから爆睡しちゃった。
やっぱりもう食べちゃわないって。ないわ。ないって何が？昨日もらったどら焼きよ。寝るときはこのお皿の上に置いてあったわよね。ああ、なんでなくなってるんだぜ。もしかしてみんなが寝てる間にこの中の誰かがこっそり食べたのか？いやなんでみんなこっちを見るんだよ。私じゃないからね。でもケイちゃん昨日すごく食べたそうにしてたよね。確かに食べたかったけどみんなだってお腹グーグーなってたじゃん。それにみんなの分をこそこそ一人で食べるなんてそんなことしないって。だけどなくなったのは事実。この中に食べた人が確実にいるのよ。犯人がこの中にだぜ。なんかみんなが怪しく思えてきた。誰だけ仲良くても極限状態になると何が起こるかわからないって漫画で見たことあるもん。誰のことも信用できないってわけか。っていうかそもそもレオがピッピを閉じ込めるからこんなことになったんじゃ。あの時逃がしておけばこんなことにはならなかった。はあ、俺だけのせいって言うのか。まさかこんなことになるなんてあの時思わないだろ。だから喧嘩はやめましょう。こんな時だからこそみんなでまとまらないと。そうだな。まあ俺も悪かった。私も今強く言っちゃってごめん。私たちがピッピと会うさらに前をたどればピッピの探してるプップが地球から帰ってこなかったからピッピは探しに来たんでしょ。だったら私たちもプップがどこにいるのか見つけたらいいんじゃない。そうすれば私たちは解放されるってあのボス宇宙人が言ってたし。そうだね、プップを探そう。どうやってピカ？ピッピ、何か口についてるよ。あ、これピカ？昨日みんなが寝たか確認に来た時、美味しそうな地球の食べ物がそこにあったピ。だから食べたピ。じゃあ俺たちの一つの食料を食べたのはピッピってことか？なんじゃそりゃ。いや、まあ犯人が分かってよかったわ。それよりピッピ、プップの居場所を知らないにしてもどこに行ったか何かヒントとなるものはないの？地球から離れた宇宙にいたとしても俺がビシッと解決してみせる。プップは僕たちと通信しながら地球に行ったピ。応答せよ。地球はどうだピカ？上空を散歩してたらアンテナがある宇宙船みたいな機器を見つけたぞ。それはなんだピカ？わからないけど、もしかしたら中には僕たちみたいな宇宙人がいるかもしれないと。あ、基地のドアが開いたと。うわ、なんだこれは。あったー。なんなのだー。プップ、プップ、それっきり通信が途絶えてプップの身に何か起こったに違いないと思った僕は急いで地球に向かったの。その時に何か後ろで音とかしてなかったのか？例えば波の音がしたなら海が近く、鳥の声がしたなら森の近くにプップはいるかもしれない。そんな音はしなかったっぴ。あ、でもプップがなんだこれはって言った時に何の音ってかすかに声が聞こえたっぴ。何なのだ？もしかしてそいつがプップを。っていうかその喋り方って、ああ語尾に何々なのだっていう喋り方、アンテナみたいなものがある家、それはエイジだ。はっ、そういえば俺がエイジに電話した時、後ろでプープーって声がかすかにしてたんだ。すべてつながった、間違いない。プップはエイジの家にいる。もし嘘をついてたらお前たちはまた宇宙に戻すからな。大丈夫だ、俺の推理に間違いはない。急いでその人の家に行ってみるって。エイジ、中にいるんでしょ。プップはいるっ
もう何なのだ。俺はすごい大発見をして今忙しいのだ。その大発見っていうのは宇宙人との出会いなのだ。やっぱりここにいたか。っていうかお前たち仲良しなのか。ふーん、そっちではそういうことがあったのだ。俺は宇宙人がいきなり訪ねてきたからびっくりしたけど、喋ってみると宇宙に関するいろんな情報が知れて、これからすごい発明ができるんじゃないかといろいろ調査してたのだ。この人間すごいものを発明してたから面白くてずっとここにいたぷ。はあ、私たちの宇宙ハラハラ生活を返してよね。だけどもうこれで私たちは解放されるね、ボス宇宙人。いいでしょ。罪のないお前たちにひどいことをして悪かった。ピッピとプップが仲良くなった人間ということはきっといい人たちだと思う。よっていつでも宇宙に遊びに来ていいと約束しよう。本当？やったー。今回は捕まってたからあまり散策できなかったけど、私も本当はすっごく宇宙に興味あるのよね。いつでもようこそ。プップを連れ去った犯人がまさかのエイジだったなんて意外だったって思ったら評価をぜひ。それじゃあまた次の動画でね。